ある研究によると寝るときに重たい毛布をかぶることで心が落ち着くそうです。誰かにギュッと抱きしめられているような気持ちになるのがその理由。また神経系を落ち着かせてくれるのでリラックスしてスッと眠りにつくことができるんですって。毛布の重さが体重の 10% だと最適。毛布の圧力によって体が心地よくなると体から快感物質が分泌されます。それらはあなたの脳に大丈夫、リラックスしていいんだよというメッセージを送るんです。これはペットを抱きしめたり一緒にゴロゴロしたり慣れたりしている時にも起こります。その瞬間筋肉がリラックスし神経も落ち着くんです。我々の先祖も毛布を使用していました。とはいえ今の毛布とは異なり盾の役割を果たしていたんです。毛布は人々を雨、眩しい太陽、寒さ、時には餌を求めて歩き回る野生動物からも守ってくれていたんです。だからこそ心は本能的に毛布を安全だと認識します。部屋が暑すぎたり寒すぎたりすると眠れなくなることってありますよね。するとうとうとしている時に悪夢を見ることになるでしょう。快適な睡眠に最適な温度は15度から19度。私たちは人生の約3分の1を睡眠に費やしています。一般的な人の人生で考えるとそれはおよそ25年間。7年間も天井を見つめ眠ろうとするんです。そして6年もの間夢を見ます。眠れない時でも寝落ちするまでベッドの中にいるべきである。これは誰もが聞いたことがあるのではないでしょうか。でもこれ真実ではないんです。専門家によると20分以上ベッドで寝返りを打つのは無意味なんだそう。眠れない時は一旦ベッドから出てリラックスできるアクティビティを探してみましょう。でもスマホ、テレビもしくは他の電化製品で遊ぶのは禁止です。電化製品はブルーライトを放出しているので脳が遊ぶ時間だと勘違いしてしまうんです。スヌーズボタンを押すのは絶対に NG。 あと5分寝たい気持ちはわかります。しかし二度寝は脳にもう一回寝ていいよというメッセージを送っているだけなんです。それを感知し喜んだ脳は睡眠サイクルの様々な段階を再び経ることになります。そして5分後に再度目覚まし時計が鳴り起こされることになるのです。結果実際に起きる時間になった時スヌーズボタンを押し始めた時よりも疲れを感じているんです。寝落ちしそうになった時体がビクッとすることってありません？まるで階段が降りている時に一歩踏み外したような感覚。これは脳が筋肉にインパルスを送ることにより起こるんです。そしてなぜ起こるのかは未だ判明されていないんです。哺乳類は基本的にわざと寝る時間を遅らせることはしません。人間だけなんです。定期的に運動すると睡眠の質が改善されますよね。そして睡眠が足りていないとお腹が空きやすくなります。睡眠は食欲を制御する特別なホルモンを調節してくれるんです。睡眠が足りていないと砂糖が食べたくなりストレスが増えることになります。体が睡眠不足になれることはありません。睡眠不足が数日間続くと日中より疲れを感じます。確かにそのパターンに合わせることはできますが寝られている時ほど体がちゃんと機能しないのです。寝ている間脳は筋肉を麻痺させます。だからこそ例えば追いかけられている夢を見てもベッドの中で走り回ることがないんです。しかし脳は目の筋肉をシャットダウンすることができません。だからこそ深い眠りに入っても目が動くのです。脳が目覚めても筋肉はまだ休んでいる場合があります。そうなると睡眠麻痺が起きることがあるんです。これは何が夢で何が現実なのかわからなくなるのでかなり怖い体験。もう一つ睡眠に関してよく聞くことといえば、睡眠時間が十分であれば午後11時に寝ても午前4時に寝ても問題はないというもの。これも嘘。実際のところ私たちの体には外日リズムと呼ばれるものがあります。これは特に日光など自然と同期する体内時計のこと。この時計に従うと日中はエネルギッシュに活動することができ、夜になるとよりリラックスして疲れを感じるのでぐっすり眠ることができるんです。なので最も良い睡眠が取れるというわけ。一晩中起きて勉強すると長期記憶ではなく短期記憶のみが活性化されることになります。そのため新しいことを十分に記憶することができません。最適な昼寝は20分から30分、正確に言うと26分。気分が良くなりコーヒー一杯よりもエネルギーを高めることができ、集中力や記憶力が向上します。長すぎなければ夜の睡眠に影響を与えることはありません。ですが日中に昼寝をしても夜の睡眠不足を補うことはできません。短時間の仮眠では体が睡眠の様々な睡眠段階に入れるほどの時間が取れないんです。これはしっかりとした休息にとって重要なこと。そして夜更かしをしてしまうと睡眠の問題が増えてしまいます。体が最も疲れる時間は午前2時と午後2時。そのため昼食後は仮眠を取るか一杯のコーヒーを飲むのがおすすめ。月曜日の朝に起きるのが難しいと困っているあなた、社会的時差ボケを経験していると言っていいでしょう。これは週末に遅く寝てより多くの睡眠をとった時に引き起こされます。通常のスケジュールに戻ることが難しくなるんです。夢の中で出会う人はあなたの夢が作り上げた架空の人物ではありません。覚えていないかもしれませんが夢の中では人生で実際に出会った人々が登場するんです。史上初の枕が登場したのは約9000年前。
石でできていたのでそれほど快適ではありませんでした。当時富を象徴していた枕の数が多ければ多いほど豊かであることを表していたのです。眠れない時に羊を数えるというのは150年以上前から存在しているんですよ。しかし科学者たちは実際にはそれほど効果的ではないと述べています。心落ち着く素敵な風景を想像する方がはるかに効果的。仕事での嫌な一日、締め切り日、請求書、友達との口論などなど、寝ることで脳内の全てがリフレッシュされ、次の日から新たなスタートを切ることができます。科学者は睡眠中に脳が老廃物を一掃し、新しいことをするためのスペースを作ることを発見しました。これはつまり寝ている時でも脳が停止しないということ。起きている時と寝ている時は脳の異なる部分が活動しています。最も人気のない寝姿勢は大の字。これは仰向けに寝転がり、腕を頭の上に伸ばし、足を広げた状態のこと。最も健康的な寝姿勢は通常の仰向けです。緊張を感じることなく、背骨、首、頭を自然な位置に置くことができるからです。友達が話しているときや外の騒音が聞こえるときでも寝ることができます。脳は全てのノイズにフィルターをかけ、害のない音を選択するんです。そうすることで無意味に目を覚ますことを妨げます。75% の人々は色のある夢を見ているんですよ。しかし色のあるテレビが登場する前、この数字はたったの 15% でした。研究者によると、満月の前の夜は人々の睡眠時間が減少することを発見。しかし月がどう睡眠時間に影響するのかは明らかになっていません。それでは一部の動物の寝方について見ていきましょう。ラッコは食べたり泳いだり寝たりする時でさえ手をつなぎます。お互いを守るのが目的で、離れないようにするための方法なんです。アヒルは片目を開けたまま眠ります。数匹が一列に並んで休むとき、端っこにいるアヒルは万が一のために片目を開けたまま休むんです。真ん中にいるアヒルは守られていると分かっているので両目をつぶって眠ります。猫は人生の3分の2の時間を睡眠に費やします。セイウチはどこにいても眠ることのできる哺乳類、そして非常に奇妙な体勢で眠りにつきます。海の中ではそこに寝転がったり、立って何かに寄りかかったり、単に浮かんでいる場合もあるようです。中には牙を流氷に置いて休んでいるセイウチもいますよ。これらの動物は陸上では一度に約20時間眠ることができます。同時に起きている時間が最も長い記録も破っているんです。その時間なんと84時間。ゾウ、ラクダ、キリン、馬、シマウマ、そしていくつかの鳥は立ったまま眠ります。筋肉をコントロールすることなく足を固定する方法を知っているんです。これにより危険が生じた時に逃げることができ、立ち上がるという無駄な行為を避けることができます。しかしより大きな動物は深い眠りに入るときに横になる必要があるんです。タコが色を変えるのは急速眼球運動と呼ばれる睡眠段階にあるときです。タコが眠るときには目を細めてじっとしています。そして15分ごとに8本の触手をピクピクと動かし、瞬時に色を変えるんです。かつて科学者たちはタコが目を覚ますのは周囲の危険を確認するためだと考えていました。現代ではそれはタコがレム段階を経験しているのではないかと考えています。で、つまりそれはタコも夢を見ている可能性があるということですね。ではではタコさん、良い夢を見てください。